宇宙人ですかね、はい、それではですね、皆さんこんばんは、ね、今日は金曜日の夜ということでイエーイイエーイですね、ありがとうございますね。そうやって反応していただいちゃうと僕はもうあれですよ、どん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 喋りますから、ね、気をつけてください、ね、いや気をつけなくてもいいですけどね。ね、今日は、私とあとはですね、伊保美子さん、楽しみにしております。でその後に、ガロンさん、イエーイ、ね、ガロンさんはサプライズゲストだ、ね、サプライズが珍しいですね。ということで、すいませんね。こうね、バーニーさん実はね、僕一週間前に初めてお邪魔しました。本当意外。マジで。いや、僕音楽友達の人たちがここね、ここでやられてるのがFacebookとかで散々って言うのが変だよね、いろいろね、見させていただいてて、いやすごいいい感じのとこだしなって。で僕トヨタなんですよね。なんですよねって言ってもね、知らんわね。一緒なんですよね。あんまり興味がないですかね。もしもし、ごめんなさいね、食べるのも僕は大事です。はい、食べてくださいということで、何がということでかわかんないですけど、ちょっと早めにちょっと今日は行っておきます。うまいの食べますよ。なんもないでよ、もちろん。これはね、このロッド・シュワートの曲をいつもね、最初にやるんですけど、ちょっと違うんだよ。ダメ違う。でもね、大元のビートルズ様、ビートルズ様の愛つけますけど、僕ビートルズ大好きなんですけど、ビートルズ様もですね、ビートルズもって言いますけど、当時1960年の前半ね、ライブをね一生懸命やってた時に、オープニングはねこういう短縮バージョンで出してくんで。このね、スイスターズシャープっていう曲をね、間に合うかもしれないけど、短い感じでね、やってたんですよね。だからそれを真似てって言われてないんですけど本当はこれ、さっきのオーダーリーって曲はこの後サビがあってですね、ご存知の方めちゃめちゃ上上がってますよね。でそこまでやるとちょっと皆さんに失礼だなと思って、失礼にならないようにそこ行く前に終わらせていただいて嬉しいけど、はい、こんな感じで先生がいますか。すみませんね、いいですかね。ということで、すでに1曲歌ったわけですが早いよね、早いですかね。今日はね、何を話そうかなと思っていろいろ考えてきたんですけど、前回2週間前にやらせてもらった時はちょっとあんまり準備が不十分で、喋ることをちゃんと考えてきてなかったんです。だからで、そう、ゴイチさんっていう人が来てね、人がね、いろいろ相手してくれたから、もうどんどんこう、あることないことで
まあ楽しかったかどうかは置いといてですね、そんな感じで楽しくやらせてもらったわけですけど、で何でしたっけ、あそうか、今日は喋、ることを考えてきたんですよね。うん、考えてきたはずなんですけどね、ちょっと待ってよ、皆さん飲んでますかね、じゃあ乾杯しましょうか。はい、じゃあバーニーさん、ね、ここに通っていただいて皆さんに乾杯、ちょっと届かないですけど、ね、乾杯、誰も行かないですね、はい、今日一日ね、楽しくいいですよ、無理ですけどね、はい、楽しくやりましょうということで、はい、じゃあ以上じゃないですか。さっきね、指摘あったんですけど、僕ね、笑いますからね、うん、だからなんだっていうことじゃないですけど、あ、思い出した、ちょっとね、真面目な話します。最初に最後のはちょっといただけちゃうかもしれない。Facebook でもちょっと上げたんですけど、今週の月曜日が9月11日でしたよね、はい、で、9月11日って皆さん何があったかご存知ですか。そうそれがちょうどね、22年ぐらい前だかな、僕ちょうど仕事帰ってきて、で家に帰ってテレビがついてたんですけど、ちょうどね2期目がバーンって突っ込む映像が流れていて、え、これって何、これ映画かなって最初思ったんですけど、でいや違うと、まあ、すごい大変なことが起きてるということを知って、まあちょっとゾワゾワしながら、まあ、あの後なんかいろんなこと思ったけど、まあ、はっきり言うとあんまり覚えてないですけど、でも、それに、で次歌がそれにまつわる歌だっていうことで、さっと行くはずだったんだけど、この、みんな出してないんだから、ね、ちょっと待ってね。ご存知の方いらっしゃいます？その911にまつわる歌。うん、知ってる人は知っている。当たり前ですけど。そう。そのね、曲、話で歌う。ちょっと僕なんか今この状態でね、ここから探せるかと思います。ありがとうございますね。はい。先にまだいっぱいありますね。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。しまったな。ここはちょっと本当にすごくいい感じだ。ちょっと一旦別の話をしましょうかね。先週ね、いらっしゃらなかった人もいらっしゃいますんでね。だけど、ね、カビビさんで、ね、お会いしたちょっとカフェビーさんも何回か話してるんであれですけど、実はですね、僕、ずっとね、今、何歳に見ますかっていう話を今ここで言ってもしょうがないですね。ちょこちょここんなにコロコロ話が変わって、いかんなと思いつつ、うん、ちょっと寒暖しとっていただいて結構ですね。寒暖だ。いや、今日は暑かったね。ありがとうございます。本当にね、本当にそうなんですよ。まあ、まだバーニーは素晴らしい場所だよ ね、 本当にね。そうですよね。本当に素晴らしくて、だから僕もこれちょっとこの2週間前にねお邪魔して、なんかそれ居心地が良くてですね、やみつきになっちゃいましてで、うん、そうなんですよ、ね、ダメって言うの、あったですけど、もしかしたらそこら辺のね、その後ろに三角のカバンがありますよね。
前回もね、ボイスさんにお願いしてね、その時はね、爪を切ったんです。でも今日は違うんですよね。爪切り入ってきた。爪は今日はね、切ってきました。爪切り持ち歩いてることですか。あ、持ち歩いてますよ。ギタリストはね、爪切り必須なんですよ。切らないとこれ、まあ、最近は1週間に1回しかギター弾かないので、1週間経つと伸びて、それで弾こうとするとちょっとあっということがありますけどね。ピアノは？ピアノは大丈夫ですかね。ピアノ切ります。でも爪切りまでは持ってきてないです。ああ、ぜひお持ちになられた方がいいと思います。おすすめしておきます。何がおすすめかよくわかんないですよ。奥まで入っちゃったな。すでに、時間は常に気にしながら、これです、ね、今ちょっと汚いですけど、しかもこれあれですよ、丸メガネです。老眼鏡なんですけど、珍しいですよね。僕これね、探したんです。老眼鏡を作るときに、メガネのメガネプラザ、ちょっと忘れちゃいましたけど、行って、で、ジョン・レノン、僕ビートルズ大好きで、ジョン・レノン風の老眼鏡を作りたいと。バッチリですね、これ。完璧ですわ、これ。はい、じゃあ、話を戻して、ね、さっきのこの話で歌う人の歌をね、ちょっと聴いてください。押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、どうか来てほしい、水着は前来てほしい、つぼみを100年続き
ますように気持ちがいいです。ごめんなさい、僕だけ自己投資で申し訳ないですけど。気持ちいいんだけど、でも、なんだろうな、今日はちょっとね、涙出てないですけど、時々こう、ね、涙が出ちゃうことが、まあ、なかなかないですね。確かにそれね、感情移入しててね、こう、あーってこう、感極まって、っていうのはね、ありますよね。ね、きっとよくある感じですよね。なんて言ったら失礼ですが、ごめんなさいね。あんまりいじらないようにします。はい、ありますよ。あります。本当に。動物物とか見るとあ、動物物？動物物を見ると？テレビとかでなく。泣けてきちゃう。いや、僕だから歌ってる最初に話をしたんですけどね。いいです。いいです。何がいいですかよく考えてるけどね。ということで、どんどん次の話に、次の話にしますかね。僕もすでにこれ3曲歌いましたか？おー、すごい。すごいですね。ちょっと歌いすぎ。まだ30分ぐらいしか歌ってないのに。そうです。まだまだね。じゃあどんな話をしましょうかね、どんな話聞きたいですかっていうのも変ですよね。歌も、まあ、まあ歌いますので、もしあの、ね、こんな曲歌ってほしいっていうのがあればっていうのは おこがましいですけど、あったら言ってもらったら歌えるのは歌いますけど、歌えるのは歌えますなんて いまいち、これはいまいちですかね。はい、パッと言ったら歌え、パッと言ったら歌えます。パッと言ったら、パッと言ってください。何来ました？パパパパッと曲名を言ったら大丈夫ですか？大丈夫ですよ。じゃあ We Are Love。あ、We Are Love。ああ、いける。待ってましたね。ただあのね、大丈夫ですけど。探すのに時間かかっちゃってね。いやでもね、せっかくなのでね。さっき、We Are All Alone、これってボス、ね、さっきあそこでね、ジョジョって流れてるね。ジョジョって言ってました。ボズスキャンクスってご存知ですか？知らない。We Are All Alone 聞いたら多分。ね、あ、ジョジョの大冒険、ジョジョ大冒険、ジョジョだ。ジョジョ。ちょっとカットそれは。ジョジョっていう。そんな感じのね、ビエオラロンはね、もうすごい、もう僕も大好きで、地域さんのコロナの頃にですね、ライブ配信っていうのをね、Facebook でやってて、僕は土曜日の午後に3時間耐久ライブ配信っていうのをね、やってたんですよ。で、その時に3時間、何を喋るんだって、面白くないな、ちょっと喋りが、この、ちょっと曲を探してる間の喋りっていうのはちょっと、またちょっとご勘弁くださいなので。でもこれ別にこれあれか。そうですね、ロッドシアターのセーリングは？いや、他屋探すならいいです。ね、それはね、実はね、くしくも、先週ね、とある名古屋で、それを、ね、歌ったんですよね。それをじゃあ次にそれを歌いますかね。で、We Are All Alone をね、なんとか探し出して、それを次にね、歌いますかね。このいろんな曲はこういうふうに
面をね入れてるんですけどね、あうえお順じゃないけど、あの ABC 順に入れてるんだから、だからあうえおらのは大体後ろの方ではなと思って探しているんだけど、あの結構このライブとかでこうこっからちょこちょこって出して引っ張り出してね、あどうぞ、なんだったらその辺りで手をこっちもやって、あれ伸びるのが早い、どういうことですかね、これはどうしてしまったな、ちょっとあの言ってもらった曲歌いますっていう企画は失敗だったかもしれない。すみません。いやいや、いいですよ。あの、ね、そういう感じで、この自由でやらせていただけるこの場は僕は嬉しくてですね。じゃあちょっと違う。細くなったね。細くなってない。今、あの、ルーティーが出てますけど、差し入れに行ってくるので。全然関係ないと歌いますからね。Don't go change. Try to please me. You never reasoned before. Darling, please. 歌いましたけど。やっぱしね。そうですね。やめときますね。ね。ね。大変申し訳ない。そうね、それね、羨ましいな。ありがとうね、かっこいい。すごい探したんで。ベイブは ABC の B だから最初の方にない。いや、ね、あるか。ベストオブタイム。うん、ベストオブタイム。B。なんか、なんだろうこれ。How deep is your love? How deep is your love? ビジですか、うん、あの知ってますよ。知ってますけどって、あのこれ、2個あってですね、あの、打ち入れだと分からなかったりとか。それでもそんなに構わないです。あ、すいません。わかりました。もう開いた歌を歌ってください。こう、パッと開いて。あった。すごい。これあった。これあったけど、これなんか途中で落ちそうな気がする。落ちた。はい。最初に言っていただいてください。Ready, ready.
こういう歌ですね。ね。今なんか変なことしました。写真ですか。写真はね、自分で撮っていただいて、僕も後で一緒に撮ってもらっていいですか。ね、そこも美味しそうですね。ぜひ。入りたいです。入りたいです。めちゃめちゃ入りたいです。もう今から行ってもいいかなと思うぐらい。あ、でないですか。そう。その時はですね。ざわざわしちゃう。もたもたしてる。今すごいスピードですよね。でも早かった。早かったかな。こういうあの。持ってたの？くしゃくしゃがね。取れてない。取れてないよね。だって先生に見つかった。見つかったね。入りたいね。先生も一緒に後で。写真はね大事ですよ。写真あの思い出で残りますしね。本当に。写真はいっぱい撮って老後も楽しみって言って、まあ、写真もそうだし、まずこういうライブね、ライブでやった時の動画もね、を必ずあの撮るようにしてます。で、あの終わってから家帰ってあのビール飲んだらこうあの一人でこうニヤニヤ笑ったりして、なんかどんだけ自分が好きなんだって思われるかもしれないですね。でもやっぱり自分が好きかもしれないですね。自分が好きだからこういうふうにやっておられるっていうかなって。で、何の話でしたっけ。次の曲ですよね。次の曲は僕何やるって言ってました。もう何でもいいです。あ、もう何でもいいです。あの諦めましたね。僕はあの覚えてますけど、ちょっと、あ、もうなんだかんだ言ってこうちょうど僕のあの時間も半分を過ぎまして後半に入っていくわけですけど、そうですね、まあ、あの僕今年当年とって61、今年誕生日の時62なんですよ ね、 ね、見えないですよね。美穂さんね、見えないですよね。あ、聞いてないですか。僕今何歳って言いました。見えない、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 見えない。いや、聞いてなかったでしょ。見えないです。いいです、あの聞いてくれなくてもいいですよね。聞いてない人をこう捕まえてこう、ね、あの突っ込むっていうのがね、僕の趣味でもあります。だからそうやってあの反応していただけるともうダメですよ。あの、標的になりましたからね。今日は録音しましたから。ということで、年の話しましたね。あ、で、あの、ありがたいことにですね、あの、入院とかをするような大病をずっとしてなかったんですけど、あの、まあ、10年ぐらい前に、ちょっと入院をしてしまいました。1週間ぐらい、あの、腸閉塞というのになっちゃったんですよ。意図せずですけどね。あの夜あの、ね、寝ようと思ったらお腹がこうシクシクしだして、あ、時々あるのでもいいかなと思ってほっといたら、あのその感覚こう間髪的にこうシク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 がこう、まあ、とてつもない波ね、さっきのあのね、鼻水切りましたっけ、波で歌詞ありました。まあそれとあちゃかしちゃいけないですけど、あの、来て、これはあかんと思って、ね、あの嫁さんに頼んで病院に連れてってもらったんです。まあ、夜中の多分3時ぐらい、あのトヨタで、あのトヨタ厚生病院というのがちょっと割と近いところにあって、そこに連れてってもらって、ね、で見てもらったら、ちょっとなんか腸がね通じが悪くなってるかもしれないですって言われて、で、あの薬出しますから、いっぺんこれ飲んでちょっと様子見てくださいって帰って、飲んで帰っても、だけどもう何ともならなくて、もうその2時間3時間ぐらい経った後にもう一回病院に連れてってもらって、で、あれですよ、ちょっと長いのじゃ割愛しますけど、何らかんだで、
結果的に入院することになりました。で腸閉塞だということで、でなんだかんだ言って、その間長い結構その時僕はすごく苦しくてね、死ぬかと思ったんですけど、まあ、女性の方がね、お産される痛みに比べたら大したことないってこう言われて、そうなのかって、じゃあ頑張らないかなって思ったかどうかはちょっと覚えてないですけどで、まあ、気がついたら手術も終わって病院のベッドで寝てました。多分ですよ、僕の腸閉塞はS 字結腸って分かります？分からないですよね。左側にあるってこと、こう腸ってこう胃から腸、腸は腸先で大腸ですね。大腸、小腸が先、大腸、小腸が先、小腸がグニ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 ってやって、こう最後にこうグリーンって大腸がなんてこう回ってきて、最後にこうクリンってこう回ってこう出口のところのこのね、このクリンって回るところが S 字になってるから S 字結腸っていうらしいんですけど、僕はそこがなんかの塩梅で、絡まったのかわかんないけど、これねじれて詰まってしまったということで、僕の手術はこうお腹をこう切ってですよ、このここら辺をちょっと出してとうまいこと並べてもう一回入れてお腹を落としましたと、ちょっとそこは推測ですけど、結局腸は切らなくてよくてお腹を切っただけだったんで、2週間ぐらいで退院できたんですけどね。でまあその間にいろんなね、看護師さんお世話になりました。あまり言えないような話もこうねあったりしますよね。で、ここは受けるところですけど、あんまり気が良くないですね、ごめんなさいね。あでもね、あいいですか、でですよ、僕のベッドのね担当の看護師さんの名前がそのベッドに貼ってあったんですよ。僕は最初入院した時それ気がつかなくて、でよくよく見たら久保田咲さんだったんです。久保田咲さん、ご存知ですか、久保田咲さん、まんま字が同じで、ってあれ、そうかってね思って、まさか違うよなって思いつつ期待も半分で、結局にやっぱり違ったんですけどね。あの方はもうちょっともう今なんかいろいろゴスペルとかやられてるんで、あんなトヨタにいるわけないんだけど、で当時ね久保田咲さんがデビューされた頃のね異邦人大好きで、一生懸命テレビで見て聞いて出たのですから、とってもね可愛らしかったですよね。当時はっていう方だったら失礼ですけどね、まあいいです。で、その異邦人のね、病院で一生懸命聞いてて、でじゃあちょっと 歌えたらいいなと思ってコピーしました。これね、難しいです。難しくて、だから、異邦人のイントロは難しくて、そういう話でした。はい、歌いますよ、一応ね。子供たちが空に向かいって、でもちょっと譜面がまたね、すぐ出ないので、ね、またの機会にこれはね、異邦人が好きだという話でした。はい。じゃあ、はい。ということで、あと20分ですね。そろそろ僕はあと2つね、メインイベントが残ってるんですよ。僕にとってはメインイベントが。そろそろそこに入っていってね、この後ちょっとやっぱり盛りだくさんなんでね、ちょっと早めにね、今日はね、終わります。終わると言ってもらって多分15分ぐらいかかるんですけどね、次はね、映画の話をさせてください。映画、いろいろありますけど、
で最近最近特にってこともないですけど、いわゆるミュージシャンのね、トリビュートの自伝的な、自伝というか、日本語がうまく出るですね、あるじゃないですか、いろいろね、ミュージシャンの映画ね。でその中でもちょっと前にすごい流行った映画ありますよね。ね、って言ってもこれ、この辺の人たちは前回同じ話してるからな。まあ、ね、わかります？あんまりあれですか？そういうのが。ね、クイーンのボヘミアン・ラプソディっていう映画ありましたよね。見られました？見ました。映画館行った。偉いですね。実はね、僕はね、こう見えてもっていう方なんですけど、クイーンが大好きで、そのボヘミアン・ラプソディとかが出る前ぐらいから、クイーンのレコードをね、買ってね、聴いてたギター少年ですね、ブライアン・メイのギターをコピーしたりして、でだから、あの映画が出た時に、まあ、あかん、見に行ってやるか。なぜかというと、他のトリビュートの映画とかもあるんですけど、本人がやってないっていうのは、やっぱりちょっと僕にとっては許せなかったです。僕の中では、クイーンは、フレディである、ブライアンである、ロジャーである、ジョン。あの4人で以外の人が何か演じたりするのってこう違うじゃんって、だから見に行かなかった。でずっとそれで意地を張って見に行かないでいたら、ちょっとしたらテレビでですね、ボヘミアン・ラプソディ100円というスタイルの CM が流れてるんですよ。100円か、じゃあ100円、ちょっといっぱい頼みに、100円だったらね、ちょっと試しに見てやろうかというのはちょっと偉そうですけど、見てもいいかなと思って、まあ、スタヤじゃないですけどね、近くのね、レンタルショップに借りに行って、どうせ借りるならブルーレイだよ、ということで、ちょっと、一緒か、ブルーレイも DVD も一緒だったかもしれないけどね、だからね、借りてきて、見ました。もうね、最初の一発目、あれは21世紀フォックスっていうね、映画会社が作った映画で、21世紀フォックスの映画って映画の始め必ずこの21センチリーフォックスっていうバーンと決まりのロゴが出て、そこでタンタランタンタランタンタランタランっていうね、決まりの音楽が流れるんですけど、それをですね、なんとブライアン・メイがギターオーケストレーションでやってたんですよ。面白くないですかね、この話ね。いや、面白い。本当に面白いと思ってます。まあいいです。ね。で、それでもうアウトでした。やっぱり本人たちも認めてる映画なので、作りはそういうことで。で、まあそこから始まっても、もうテレビの前にね、正座してですね、正座してないかもしれないですけど、ビールを持ってなかった時、まあいい、もうすぐ涙腺が崩壊してしまって、いや、やっぱりあれだけね、売れた映画っていうのは素晴らしいというふうに思いました。まあ、だから意地は張るのはいいけど、そこそこにしとるべきかなって反省はしてないですけどね、そういうふうに思ったりしましたね。やっぱりいいものはいいんですよ。世の中に受けてるあれはいろんなものがやっぱりいいからね、皆さんもね、そういうところはぜひですね、意地を張らずにですね、張らないですかね、張ってるのは僕だけ。まあ、ということで、そのタイトルの曲をですね、もうすでにあと何だかでこれ多分ちょうど10時まで終わりはいきますけど、聞いてください。 Into Sunny Light フィラーに聞きますね。 Into Sunny Light これがラッサー
あれが流行ったからっていうあれではないですからね、そのまあまあどうでもいい話ですからね、はい、ということで、あと残り10分ですけど、ね、今来たばっかり、今来たばっかりじゃないじゃないですか、ね、もう全部いますね、何倍もんでますあ、うん、一緒ですか、あ、これあの
ステージで飲むのは不謹慎ですよね。うん、はい、飲めたけど飲めなかった、ね、楽しければ飲めた、そろそろこうなんかざわざわしだしますね。準備が、はい、ね、準備できたぞ。最後は、鍋が立ちます。でここで実はね、ありですけど、ということで最後に曲皆さんと一緒に、まあ、今日は割とこじんまりとなので、多分5分ぐらいで終わりますけど。あ、でもね、分かりました。ちょっとね、違う歌にしましょうか。突然、今までだとこのね、メアリーの子羊ね、メリーハラリューっていう歌ね。いろいろいろなパターンがあって、また別のね、これもポール・マッカートニーの曲なんですけどね、それをちょっとねやってみたい。What's wrong with that?
ああ。